お疲れ様です。今回は雑貨屋で棚売りを作っていなければ無法地帯になってしまうというとても恐ろしい話をします。これ大げさじゃなくて、本当に雑貨屋で棚売りがないと負のループにはまっていくことになってしまうんですよ。雑貨屋で棚売りがないのは、飲食店に例えるならば、食材だけを用意してレシピは用意しないで、あとは適当に作ってねって言ってるのとほぼ同じなんです。これがどれだけやばいかは説明しなくてもお分かりいただけるはずです。今回の動画では、棚割りがないとやばい理由、棚割りのメリット、注意ポイントについてお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見てくださっているということは、あなたは何かしらの形で雑貨屋さんに関わっているはずです。どんな立場の方でも問題の解決につながる気づきになる内容です。弊社では20年弱の期間、現在は北海道で4店舗の雑貨屋を運営しております。その経験と原理原則を交えてお話ししていきます。また今回も、よくわかるこれからのバイヤーという書籍を一部引用しながら解説します。15年以上前に発行された本で、現在は残念ながら絶版となっていますが、普遍的な内容が多く、弊社では現在も参考にさせていただいています。中古でも手に入れるべき有益な書籍です。ではまず、棚割りとは何かについてです。雑貨屋さんでベストな棚割りとは、商品の売り場、場所、陳列、品番、在庫数まで決めることです。雑貨屋の場合は、品番、在庫数まで棚割りでビジュアル化して管理することをお勧めします。棚割りの話をすると、そんなもんなくても売り場作れるじゃんとか、全部決めるなんてかなりめんどくさそうといった声が聞こえてきそうですが、棚割りは絶対に作りましょう。もしあなたの店で作っていないとすれば、かなり優先順位を高めて作成するべきです。棚割りを作らないと起こってしまう恐ろしいことは本当にたくさんあります。本当にめっちゃたくさんあるので、いっぺんに表示しますね。はい、こんなにたくさんあります。在庫が増える、定番の維持ができない、欠品に気づかない、リピート発注ができない、どれだけ発注していいかわからない、これ在庫数のことですね。バイヤーの仕入れた意図が店舗に伝わらない、店舗としては勝手に送られてきたってなってしまう、スタッフの力量によって売り上げに2倍以上差が出ることもあるよ、好き嫌いを反映した売り場になる、新商品探しを仕事だと思ってしまう、商品の出し方がとんでもないことになる、棚割りがないとスペースがどんどん増えていく。細かく言うとまだまだあるんですけれど、本当にたくさんあります。やばいですよね。たくさんありすぎて、とても動画ではご紹介しきれないので、今回は赤い文字の部分、在庫が増える、定番の維持ができない、欠品に気づかない、リピート発注ができない、どれだけ発注していいかわからない、商品の出し方がとんでもないことになる、このあたりを抜粋して解説します。まずは在庫が増えるのと定番が維持できないことに関してです。解説すると言っておきながら、他の動画を案内するのに留めておきます。それだけでかなりのボリュームになってしまうので、こちらの2つの動画ですね、ぜひ見てください。ただ一言で言ってしまうと、この2つが揃った時点で売上も利益も下がる運命だということです。説明欄に動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ見てください。次に、欠品に気づかないに関してです。突然なんですが、今20個の猫の顔の絵を表示しています。これが売り場の商品だったとして、欠品がない状態だったとします。はい、絵が変わりました。20個から19個に減っています。今はこう縦横整然と並んでいるので、1個減ったのはなんとなくわかると思うんですが、あなたはどの種類の猫がなくなったかってわかりますか？これ多くの人わかんないはずです。でパッと見で目視で発注している場合は、これと似たようなことが起きて、それでも20分の19あるから、まあほとんどあるよな、まあいいやってなってしまうんですよ。これがね、めちゃめちゃやばいことです。では、この場合はどうでしょうか？何がなくなったかすぐわかりますよね。この濃い色の四角の方が棚割りの役目っていうことです。実際の売り場だと、右ではなくなってしまっている猫、これがですね、一番の売れ筋で一番最初になくなっているっていう場合が多いんです。それがなくなっていることに気づかないなんてことが、棚割りがないと起こってしまうんですよね。これ間違いなく売り上げ下がりますよね。では、次の棚割りがないと起こることです。それはリピート発注ができない、つまりどれだけ発注していいかわからないということです。そう言うと、いやいや棚割りなんてなくても発注してるしっていう声が聞こえてきそうです。まあそうです、できる人はできるんです。ただ数量に関しては基準が曖昧になったりだとか、発注を引き継ぐときに棚割りがなくて精度が落ちてしまうということがよくあるんですよね。発注をする場面を想定すると、だいたいこんな感じだと思います。売り場を見て発注書と照らし合わせて数量を入れていくみたいな感じ。確かに慣れてくれば発注できるんですけど、どれだけ発注するっていうことに関してはちょっとね、曖昧にやっぱなってしまうんじゃないかなって感じするんですよね。なぜならメーカーさんに送るものなので、ちょっと数字が入ってると誤解が生じてしまって、誤発送につながるかもしれないからです。基準在庫が明確になってないまま発注してしまうと、目視で、まあゼロになってないからまあいいかな、みたいな。今発注しなくていいかな、みたいな発注につながってしまうんですよね、どうしても。
一方こちらどうでしょうか。濃いグレーの部分が棚割りです。こんな感じで基準在庫も一緒に書いておけば、どの品番が何個必要なのかで、売り場やストックを見れば発注は何個すればいいのかっていうのが一目瞭然です。シンプルですが極めてわかりやすくて、引き継ぐ際にもミスが起こりにくくなります。つまり棚割りで陳列や SKU 数だけじゃなくて、基準在庫までビジュアル化ができるということです。直感的に理解できるビジュアル化はとても有効で、簡単かつ継続がしやすいです。やらない手はありません。続いての棚割りがないと起こること、それは商品の出し方がとんでもないことになるということです。例えばこのスタジオ M というブランドものの食器、メイドインジャパンのもので高品質でデザインも洗練されているのが特徴です。ご覧のようにマグカップ、ボール、お皿、品目が3つあったとして、これはブランドもの、そしてシリーズものなので、品目違ってもまとめて陳列するのが正解です。ブランドとして提案する展開の棚割りを作っておけば OK です。ただ先ほどの3種類がいつも同じタイミングで入荷するとは限りません。もしかするとこのマグカップだけ先に入荷するかもしれません。その場合棚割りがなかったら、あ、マグカップが入荷したと、 OKOK マグカップね、バッチリやっときますと言って、このようにマグカップの品目のコーナーに並べてしまう、これありえます。今表示しているのは極端な例ですが、これで左のスタジオ M のマグカップ売れるでしょうか。おそらく売れないですよね。ただ大げさじゃなくて、棚割りがないとこれ本当に起こってしまうんですよ。反対に言うと、このようなことは棚割りを作ってあれば防止することが可能だっていうことです。万が一先ほどのようなことが起こっても、棚割りがあればスタジオ M のコーナーで、あれマグカップないぞとなって気づくことができます。ここまで棚割りがないと起きることについて説明してきました。本当にたくさんの恐ろしいことが起こりますよね。まあ、これはこれでスクショして撮っておいたりしてほしいんですけれども、まあ、頭に入れるっていうのは結構厳しいと思うので簡単にまとめます。それは仕入れを自由にしていないだけで、管理しているつもりになってしまうということです。これは実質好きにやっていいよっていうことと同じです。つまり棚割りなしでは無法地帯で、何も管理していないのと一緒です。ここまで動画を見てくださったあなたなら、もう棚割りの重要性は分かっていただけてるはずです。で、重要なポイントが2つあります。まずはないなら作る、当たり前のことですが、かなり優先順位が高いのですぐに取り組みましょう。棚割りを作る際は必ずしも何かに書いたりだとかツールを作って作成する必要はありません。ビジュアル化できていればいいので、実際に売り場を作って写真を共有しても OK です。こうやってる会社さんもね、結構見ますね。二つ目のポイントは維持管理を徹底することです。一回作って終わりじゃ全然意味がありません。更新を必ずするようにしましょう。新商品なら入荷前がベスト、入荷直後はマストです。ルール化することをお勧めします。またちゃんと棚割り通りに売り場がキープできているかのチェックもとても大事です。店舗に直接行けなくても定期的に写真を共有してフィードバックで OK です。この際のフィードバックは棚割り通りにできているかで評価しましょう。可愛いとか素敵とか、そういうのが基準じゃありません。ここ気をつけてください。ということで棚割りについて解説してきました。棚割りは存在することが大事で、細部まで決まっていることが大事です。ただ難しく考える必要はなく、直感的に理解できるビジュアル化ができれば OK ということを説明しました。少しでも参考にしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。